高田湖パーキングエリアは千葉県市原市にある首都圏中央連絡自動車道のパーキングエリア。上下一体型の構造で県央道としては千葉県内唯一の休憩施設である。名称は近くにある高滝ダムのダム湖高田湖から取られている。当初は市原高田湖 SA としてサービスエリアとしての供用を予定していた。売店や 自動販売機は併設されておらず、トイレと情報ターミナルのみの設置となっている。ピラミッド状の月山が併設されており、スロープ状の坂道を登った頂上にある展望台から高滝湖を望むことができる。AB、首都圏中央連絡自動車道、市原高滝湖 SA、休憩施設実施設計手続き開始の工事、ネクスコ東日本木更津工事事務所、 2011年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月4日閲覧2012年12月3日記者発表資料首都圏中央連絡自動車道のインターチェンジ等の名称が決定しました国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所東日本高速道路関東支社木更津工事事務所2012年12月4日閲覧 県王道中田貴子、PA7 月12日午前10時内回りのみ、オープン。白子町。2014年2月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年7月18日閲覧。県王道高田貴子 PA がオープンします。県王道の市原鶴舞インターチェンジ、木更津東 IC 館でオープンします。東日本高速道路株式会社間投資者。 二千十五年八月十八日閲覧。県王道高田機湖 PA 高田機小内回り。東日本高速道路。二千十七年一月二十二日閲覧。県王道高田機湖 PA 高田機湖外回り。東日本高速道路。二千十七年一月二十二日閲覧。AB オストメイト対応設備一覧。東日本高速道路。 2017年1月22日閲覧。ありがとうございます。